破滅の王国。相変わらず出来はめちゃくちゃ良くて、ドロカちゃんの最後のシーンも悲しくて良かった。でも戦闘シーンが微妙すぎて敵が競争に見えないんですよね。話自体は強烈でむごいことが多いのでインパクトがあります。来週もなんだかんだ楽しみです。以上、破滅の王国のお話でした。